からぐっと調子が上がってきそうな明石のリードインタビューでした。さあそれでは今日のゲームハイライトで振り返っていきましょう。今日は有原対千賀という、日本代表するエース対決ということで注目されました。まずその1回の表有原の立ち上がりなんですが、ワンアウトから明石にツーベースを許して、そしてグラシアルには先制のタイムリーヒットを浴びた有原、初回にあっさりと1点を失います。一方の千賀は初回はフォアボールを一つ与えましたが、しっかり0点で立ち上がると2回の裏も渡辺を3球三振、さらにその後清宮も3球三振に行ったということで、2回は今日初めての三者凡退をわずか9球で達成ということになりました。4回の裏ファイターズ2アウトランナー1塁2塁と再び千賀を攻めて、そしてファイターズ追いついたのは石川亮のタイムリーヒットでした。フォアボールなどの初球しっかりとセンターに弾き返した石川亮の同点タイムリー1対1。しかし5回の表、これで追いついてもらった直後の有原でしたが、この回先頭福田にツーベースを浴びた後、送りバントの構えを最初見せていた明石がツーストライク追い込まれてからタイムリースリーベースヒットを放って、有原締めたいところ締められません。勝ち越しを許して2対1。さらに6回の表は2アウトランナーなしから甲斐でした。これが右中間に入るホームランになりました。この後リプレイ検証も行われましたが、しっかりと第8号ソロホームラン確認されました。2点差がついて3対1。6回の裏はトレードで新加入の宇佐美が代打で送られます。ツーアウトランナーなしという状況、移籍後初打席は千賀の前にピッチャーゴロだったという2人です。千賀は結局6回でマウンドを降りて1失点という内容でした。さあでファイターズも7回から継投、まずは宮西が出て、その宮西がランナー許すんですが、その後堀に代わってワンアウトランナー1塁2塁となった後、デスパイネにタイムリーヒットを浴びて4対1と差を広げられます。さらにワンアウト1塁2塁で松田、サードのグラブ張っているんですが、今度アウトにはできません。松田のタイムリーヒットで5対1。さらに3塁で上林には犠牲フライが生まれて6対1。この回一挙3点も奪ってリードを広げましたホークです。8回は両軍ともに無得点、9回の表ホークが1点も入れて差が広げられたんですが、9回の裏、ワンアウトランナー1塁2塁から太田大志がタイムリーヒットを放って7対2。さらに近藤も今日初ヒットとなるタイムリーヒットで7対3となります。さらにワンアウトランナー1塁2塁で中田翔、一発出ればというね、期待もあったんですが、ここはタイムリーヒットを放って7対4、3点差に詰めます。でワンアウト1、3塁でバッボーロンの当たり、これはセンター川本が掴んで犠牲フライにしかなりませんでしたが、また1点返して7対5。しかし2アウト1、3塁で最後は渡辺が三振でゲームセットということになりました。ファイターズ、9回の裏4点を上げて、追い上げは見せましたが、ホークスが逃げ切ったというゲームでした。7対5